スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、はじめまして、アナです。アナのギター大内です。ボーカルギターの久保です。スクリーム初登場です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだね、僕らも今回のアルバムの取材で言うと1回目なので、はい、アナの初々しいインタビューのインタビューが掲載されてるんじゃないですかね。これなんかね、今後こういうのちゃんと。衣装揃って芸人かと思ってたから一応ミュージシャンでよろしくお願いします。今後ちゃんとね、はい、あの前もって明日俺これ着るわっていうのはそう、ね、メールするようにしようお互いお願いします。社メール付きで、そんなアナですが、はい、1月29日に、5枚目のアルバム「イメージと出来事」を発売しました。どうもありがとうございます。どんなアルバムになってますか？そうですね、もう5枚目で、まあ、お互い、まあ、2011年にドラムが抜けて2人っていう、まあ、元の体制に戻っただけなんですけどもっていうのもありましたし、あの30代になったっていうのもあってこう、ね、いろんなこうトゲが落ちて、うん、丸くなった。そう、余計な、まあ、元々そんな尖ってないんですけども余計なこう、ね、ネバネバしたやつが落ちて、うん、大事な部分だけ残ったアルバムっていう感じかな、ができたんで、本当にあの、なんだろうな、過去最高にポップスな仕上がりのアルバムができたと思いますんで、これはね、あの、なんだろうな、缶詰みたいなもんかな、全くわからん。あの家にね、あると、多分今は聴きたくなくても、いつか聴きたくなると思うんで、結構あれじゃない、でも、非常食と思って取っといたらさ、パッて見るともう賞味期限切れですね。賞味期限はね結構大丈夫大丈夫だからあのそういうの気にせずにね、いつでも聴けるアルバムだと思いますので、ぜひ聴いてください。ください。そのツアー、あ、そのアルバムのツアーが2月から始まります。2月22日まずこれが新大田フィーバーで一発目になるんで、ぜひこれはもう本当にアルバム発売後のライブとしては一発目なんで、お祝いのやつですよね。そうですね、2月10日が僕誕生日で、もうだいぶ離れとおけあんま関係ないじゃん。14日はバレンタインでもあります、ね、その他も、はい、もろもろのプレゼントを持って、はい、新大田フィーバーに来てもらいたいのと、あのそのそれ以降も全国であのイメージと出来事ツアー始まりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで締めて大丈夫ですかね。はい、ということで、アナ最高傑作のアルバムできましたので、ぜひとも聴いてツアーにお越しください。ありがとうございました。アナでした。